嵐山駅から歩いてトロッコ佐賀駅へ向かいます。あれ、トロッコ佐賀駅着いたよ。看板が木だ。駅舎入ります。内輪玄関マット。自販機までトロッコ列車。奥にあった広場にお邪魔してみた。オルガンとピアノまである。かつて人力で列車を動かす人車があったと説明がある。大変だ。こっちには SL がずらーり。 SL の黒って威圧感ある。京都のジオラマ。嘘の企業広告付きのビル街とか瓦屋根の住宅街ある。記念メダル作りました。3種類の絵柄から選べる。私は B をチョイス。入ったー。押してる押してる。もう終わった。メダルを取り出し即座に押し付け。こうすればちょっと湾曲改善できた。時間が来たので改札へ行くわ。号車の表示板もトロッコ。さーて列車が到着するようです。来たー。おっと、かっこいい。結構長い。乗車。座席は木製ベンチ。上部も装飾等なくむき出してかっこいい。このランプ欲しい。指定席だったためスムーズに乗れた。乗車しました。陽気なアナウンスしてくれる。結構揺れるがそれがいい。このトロッコ列車、端から端まで乗っても片道約7キロ、約25分で完走できるようです。もっと長く乗っていたくなるような景色が次々と登場してくる。夏以外の季節もどれも素晴らしい乗車体験となるでしょう。トロッコ保津峡駅降りたい。風鈴がいっぱいあって可愛かった。
でかいし。そろそろ降車しなければならない。名残惜しく最後の車内撮影、車掌さんが歌ってる。トロッコ亀岡駅で降車。寂しい。全然現代的じゃないホームとかお見送りの板とか全部が可愛い。嫉妬すら覚える。夏じゃない季節にもまた乗ってみたい。亀岡駅では保津川下りをしたよ。また次の動画で。